倍イ学院中学校、高等学校、倍イ学院中学校、高等学校、倍イ学院中学校、高等学校は、山口県下関市丸山町2丁目にある私立、中学校、高等学校。日本で6番目に創設されたミッションスクールであり、設置者は、学校法人、倍イ学院、現校長は、樋口ち子。UT フィリー・ルキス・アン・ヤレイト、エフェソンの信徒への手紙5章8節、キリスト教宣教師によって設立された学校であるため、キリスト教を用いた教育が行われ、毎朝、礼拝が行われるのが特徴だが、クリスチャンの教員は、ほとんどいない。授業は、週5日制。また土曜日は、自主活動とし、月に2回以上自主学習、クラブ活動、生徒会活動をする。 生徒の中には、海外にホームステイや海外留学する者も,もいる。なお、同一敷地内のバイコー学院高等学校へは原則として進学でき、一部の部活などは高校とも、連携、教員も、中高を兼任する。現在は、キリスト教主義、プロテスタントに基づく教育が行われている。英語に重点を置いた教育を行っている。 生徒一人数人がタブレットを持ち、ICT 教育へも力を注ぐ。2015年、関西学院大学との間に、山口県内初となる協定校長院を行い、推薦入学の枠は、理工学部、教育学部をはじめ11学部19名を持つ。また2016年、明治学院大学との間に協定校長院を行い、推薦入学の枠は6学部15学科の合計5名。 バイ学院中学、高校は、キリスト教教育に基づく自由な校風であるが、制服は指定である。中学、高校統一してある。2018年度入学生より、制服が変更される予定であることが、6月26日に、教職員に、翌27日に、生徒、保護者に改革担当理事の名で文書が、そして直後のオープンスクールで、直期入学生に説明。 百年以上の伝統あること、一目で、バイとわかる、セーラー服が下の席に馴染んでいること、変更後の制服が公共交通機関に馴染まないこと、派手すぎること、イメージダウンにつながりかねないこと、従来の制服との共通点がないこと、もし現在の制服ではなくなったら市内の高校から、セーラー服がなくなるなどの理由から、生徒、保護者、教職員、卒業、同僧制、 元教職員、下関市民をはじめ否定的な意見が多い。制服以外は2018年からも同じである。長崎の創立後、当時の男子部が、明治学院へ、女子部は、現在の売イ学院のため良好は、進行が深い。入学式、オリエンテーションキャンプ、収容会イースター礼拝高校音楽家、定期演奏会創立記念式典花の日、礼拝、体育祭。 8月4校試合は移行祭、合唱最督活ウィーク収穫感謝礼拝、ジュニアコンサートツリー点灯式クリスマス礼拝、オーストラリア修学旅行ニュージーランド3ヶ月、留学卒業演奏会卒業礼拝、中学校学習発表会生徒総会、卒業式オーストラリア研修修学旅行委員、研修旅行。基本的には、中学、高校同時に行われる。 2014年度から2016年度まで体育祭と、賠交祭は入れ替わっていた。修学旅行は、卒業式の後、春休みに行われる。中高一貫校ならではのことである。バスケットボール部テニス部ハンドボール部サッカー部、合唱部ハンドベル部、吹奏楽部演劇部科学部書道部作動部、イングリッシュクラブ美術部ミュージカル部、女子のみ系音楽部、高校のみ読書部、 中学のみ、強制ではないが、ほとんどの人が入部している。合唱部は、山口県内のコンクールで、金賞、銀賞などを受賞する県内共同校で、中国大会などにも出場している。2011年、平成23年6月13日、設置者である、学校法人、倍イ学院により、中学、高校を男女共学化させ、公明を、 バイ学院中学校、高等学校に改めることが発表された。学年ごとに教学化させていく方針で、中学校が2012年度から2015年度から、高校が男子生徒の募集を開始した。教学化の背景には、約10年前から入学者の定員割れが続いており、生徒の確保が課題となっていたことがあるが、女子の進路も多様化した現在、男子も受け入れることで、 教育の充実を図る狙いもあるという。また、中学校の教学科に合わせて高校は英語科を募集停止し、普通科と音楽科の2課生に移行。中学、高校の教学科によって、バイ学院の設置校は全て友学校となる。おんり協会の実行支配。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。